今日はちょっとね、慰霊杯にもうちょっと見に行こうかなって、何の慰霊杯かというと、大東亜戦争、いわゆるあの太平洋戦争のね、第二次世界大戦と呼ばれる戦争ですけど、まあ正式な名称は大東亜戦争、アジアの解放のための戦争です、ね、日本で。そこの戦没者のあれです。AI、陸海軍全員、全英霊、英雄ね、英霊の AI がある。ここに宝塚に、ね、その場所がある。76号線走ってます、西宮方面から大阪へ向かってくる、もうすぐ宝塚です。ゼロ戦の等身大のゼロ戦のレプリカが置いてます。本物じゃないですよね。本物と同じ大きさの、まあ置物ですね。置物が置かれてます。英霊の知ってある人がおらんのかもしれない。あんまり有名ではないかもしれない。結構あの住宅街の中にあるんで、あんまり行き合ってもあんまり騒いだりしなかったんです。
こを曲がります。
みんな、墓参りというか、ちょっと行ってきました。ここね、要は、ゼロ戦墓地とか言われとるけども、正式名称は、昭和霊園。昭和霊園。参拝者いないと、まあ、ほんと赤くて、参拝者のふりしてみたら、結構、冷やかしとかね、肝試しとか、そういうのでは、ちょっと行かんといてほしいですけど、周りに、迷惑もかかります。で、実際の、あれですかね、英霊の、魂の墓ですから、そんなことです。バチ当たりもいる。もし、日本人やったら、一生に一遍ぐらいは行ってもええんちゃうと思います。動画の最後にね、僕の最近覚えた歌、ちょっと気に入った歌があって、それを入れて、ちょっとこの戦没者にちょっとこう捧げる。昔のほんま僕らのご先祖様のほんま勇敢でね、世界で勇敢で優しくて、ね、ほんま今の僕ら、俺を含めたね、日本人終わってますがなっていう話だな。突き通すもんですわ。外人にベコベコしてて、それでは僕の歌と英雄の、ね、写真とやります。ご覧ください。信じる勇気が欲しい、誰だって傷つくのは怖いけど、飛び込む勇気が欲しい、明日への用意のために、諦めないで、越えて行け、そこを越えて行け、それをたとえ屈服し倒れても、何度でも立ち上がってやれ、そう明日への用意のために。
道はいつも明日へ続くから、道はいつも明日へ続くのだから、明日へ続く道を